よ、糸を返した。11月も後半に差し掛かってきて、気温もすっかり冷え込んできた今日この頃だが、そんなことよりも、もっと冷え切ってるもんがあんじゃねえか、お前ら。月末の給料日前。そう。懐だ。我慢しなくちゃいけないと分かっていても欲に抗えず、翌日、翌々日と、酒やギャンブルにちびちびと使い、気がつけば金欠。懐がキンキンに冷えてやがるってのもんだろ。わかるぜ。俺も一緒だからな。ただ、だからといって我慢もよくね。心はゴムまりだ。押さえつければ必ず跳ね返そうとする。かえってストレスが溜まるんだ。だから今日は、そんな冷えた懐でも気にせずがっつり食える債務者飯を作っていこうと思う。そこで用意したのがこいつ。ビッグカツだな。一つ400ペリカの駄菓子。とんかつを装ったイカ様カツだ。ということで今回はこいつでカツ丼もどきの債務者カツ丼を作って、給料日前の冷えた懐と飢えた胃袋をいたわっていこうと思う。ということで早速作っていくぞ。よし、ということでやっていくんだが、俺前々からな、作ってみたかったんだ、この駄菓子のビッグカツを使ったカツ丼ってやつをな。3枚で1200ペリカ、日本円にして120円って言ったところだな。昔は30円ぐらいで買えたと思ったんだが、なんでも年々値上がりしてるよな。でもこのビッグカツを使ってカツ丼が作れたら相当手間省けるよな。もうだってカツ丼なんてもんは、とんかつを作っちまえばほぼ9割方完成したみてえなもんだからな。豚肉に小麦粉や卵やらパン粉やらをまぶして、その上大量の油を使って揚げなきゃいけねえっていう手間もあるし、そのな、残った油の処理もめんどくせえっていうので、ビッグカツを使ってその手間が省けるんだったら、もうそれはもうこんなありがてえことはねえよな。だからな、今回この料理を作るのすげえ俺実は楽しみなんだよ。ということでやっていくぞ。よし、じゃあまずは卵を溶いていくぞ。よし、じゃあボウルを用意して卵を割っていくんだが、俺一回やってみたかったことがあるんだが、ちょっと試してもいいか。これなんかよく卵って片手でこうやって握りつぶして割ることができねえって言うじゃねえか。俺あれ信用してねえんだよな。絶対割れるだろ、こんなもん。ちょっと落としただけで割れるぐらいだからな、割れると思うんだが。ただな、何が怖えかって、この割れた後のこの殻に指がぶっ刺さんねえかって、それだけが心配なんだよな。怖えな、絶対割れるもん。ちょっとやっていいか、思いっきり。あれ？あれ？ちょっと待ってくれ。マジで割れる。嘘だろ。遠藤さん、マジで割れる、これ。ガッチガチなんだけど。いや、マジで硬えぞ、これ。びくともしない、割れる気がしねえ。ほんとに、パックマンスタイルのオリバー見て。ただ、こんな卵もない。これで割れちまうんだ。情けねえ。ワンパンじゃねえか、お前。よし、じゃあ卵が割れたら、絶対やんなきゃいけねえことがあったな。そう。卵の殻ざ取りだ。こいつだけは絶対に取り除かなきゃいけねえ。栄養が詰まってるだろ、知らねえよ。こいつからイカほどの栄養が取れるのか知らねえが、こいつを食った時の不快感とストレスに比べたら、そんな栄養なんてビビたるもんじゃろ。いくら栄養があるっつったって、嫌いなもん食って気分害しちまったら本末転倒だからな。でもな、俺自分でも本当に神経質だと思うぜ、マジで。でも卵の殻ざぐらいだからな、こんな神経質になるの。多分俺前世でこの卵の体に親かなんか殺されてんだと思う。こんな必要以上に執着して、あんまり混ぜすぎない程度にかき混ぜて、そしたらこの溶き卵は置いておく。そしたら次は玉ねぎだな。こいつをカットしていく。いや、藤木君、調子はどうだい。このヘタの部分をカットして、頭をな、ちょっと落として、で、これで皮を剥いていく。玉ねぎの皮を剥いてたら、気づいたら玉ねぎなくなってたみたいな歌あったよな。なんて歌だっけ。てか、剥けねえ。全然剥けねえな、この玉ねぎの皮。こんなんじゃから、いつまで経っても君尾くんは一皮剥けたねって言われねえんじゃ。マジで剥きずれ。こんな剥きずれ君尾に会ったの初めてだな。しぶて。無面ライダーグレーしぶて。あ、剥けた剥けた。そしたらこいつは、お、まだいた。まだいた。そしたらこいつは適当。まだいんじゃねえかよ。なんだよお前、どんどん湧いてくる皮が。適当な薄さにスライスしていく。適当でいいんだ、こんなもんは。よし、オッケーだ。よし、切るもんはこんなもんか。あ、まだあるな、まだあったな。こいつ、ぜん、桜大根。
なんだいさくら、僕のこと玉ねぎ玉ねぎってからかってはいたけど、そういう君は駄菓子じゃないか。ふん、まったくいい君だね。藤木くんもそう思うだろう。なあ藤木くん、藤木くんもそう、あのカツ丼の上に乗ってる紅生姜代わりになるかなと思って、今回この桜大根買ってみた。まあ同じ駄菓子ってことでな。よし、ということでこいつをな、紅生姜みたいに細切りにして、待ってこれ、これ遠藤さん、遠藤さん、これ桜大根ってこれ遠藤さんどこで作ってたのか。なあ遠藤さん、遠藤さんって。じゃあ開けていくぞ、ちょっと食ってみるか。すっぺ、こんな酸っぱかったか。あ、もうこれ見ただけで唾液が出てくるもんな。もうパブロフの犬だ俺は。適当に半分に切るだろ。でスライスできたらこいつを重ねて3枚ずつにしとくか。こうだね。おい、これ完全に紅生じゃねえか。ほらもう紅生だよこれ。紅生って桜大根で作ってたのか。ああ、ほらもう紅生姜だ。ほらちょっと食ってみるぞ。紅生姜だ。よし、そしたら薬丸鍋を用意して、そこに水、それから醤油で酒、あとはみりん、みりん、ちょ、お砂糖加えて、最後にこいつ、だしだな。これ俺がいつも使ってる安丸だしだ。こいつが本当に便利でマジでいねんだよ。このパックのままぶち込んでもいいし、このパックを切って中のな粉だけ使ってもいいっていう、こいついるときマジでとりあえずなんとかなるから。中華最強の万能だしがウェイパーなら、和食最強の万能だしは俺安丸だと思ってるから。そしたらこいつをコンロにセットして、若干そしたら沸いてくるまで待ってくぞ。駄菓子屋に行ったらな、こんなもんも売ってたんでちょっと買ってみた。ウマ娘クリーピーダービーツインウエハース。ウマ娘のウエハースだな。こいつ1600ペリカぐらいしてね。このビッグカツ3つ買うよりも高かった。つい買っちまった。狙い目としては、俺が一番好きなのは東海帝王なんじゃ。ミーハって言われるかもしれねえが、東海帝王が好きだから、ちょっとサクッと。ウエハースみたいにサクッと出すんで、ちょっと見ててくれ。こういう時の引きマジで強えから、本当に出るからな。28種類の中からこの東海帝王を短期でぶち抜くから。ウエハースってこういうスティック状になってんだな。梱包一つにしてくれていいから、もうちょっとコストどうにかならなかったか。で、肝心のカードだが、どこいっ、ダスカラだ。ダイアスカラってのは、いいじゃねえか。この王道のザ・ツンデレキャラみたいのがな、こうグッと組んだよ。チームスピカ、ありがてえ。ダイオスカレット、嬉しいわよ。出汁が湧いてきたんで、玉ねぎを入れていく。これ、やっぱ全部は多いんで、半分ぐらい。そしたらこの玉ねぎに火が通るまで煮ていくぞ。玉ねぎ火通してる間に、このビッグカツ、オーブントースターでチンするか。1分半ぐらい、加熱していくぞ。さあどうだ。なんか余計にしなしなになっちゃうんだけど。これどういうことだ。どういう状況だ。どういう状況だ。カツを切るみてえに。いや、分かってはいたが、こうやって切って改めて断面図見てみると、とんでもねえ極薄のカツだな。これぐらいの大きさに切るとなんかトンカツっぽいな。半分に切ると、あんま食べ物で遊ぶのは良くねえんだが、なんかこのサイズ感、ジェンガとかやりたくなるな。まあ、ぴったりじゃねえか。よし、じゃあどこ行く？どこ行く遠藤さん？ここなら大丈夫か？な、遠藤さん。あっち！あっち！あっち！ちょっと、あっため中の鍋に肘やった。な、こういうことがあるからな。良い子は食べ物で遊んじゃいけませんって、こういうことだ。分かったか、良い子のみんな。食べ物で遊んだらこういう天罰が砕くからな。っていう教訓を俺は示したかったんだ。あ、玉ねぎにな、火が通ったと思うんで、早速このビッグカツを入れて、綺麗に入れてな。よっしゃ、いった。いいぞ、いいぞ、いいぞ。で、カツが入れられたら、ちょっと弱火にして、卵をな、3分の2ぐらい入れていく。おい、いかが。で、これで、蓋をして、1分間ぐらい、これで蒸らしていくぞ。開けてみるぞ。オープン。うまそう。しっかりカツ丼じゃねえかよ。よしよし、いいぞいいぞ。見た目は完璧だ。見た目だけはな。あくまで見た目だけだ。そしたら最後に、残った3分の1の溶き卵も加えて、火止めちまって、蓋して、この状態からさらに1分間、蒸らしていくぞ。その間に、米の準備だな。炊きたての米を丼によそってオープン。どうだこの半熟具合。あっちゃちゃちゃ。あとはこれが綺麗にするってな、剥がれてくれたらいいんだが、多分この薬丸鍋はそんな一筋縄にはいかねえと思う。行ってくれ行ってくれ、もうそのままそのまま乗れ、そのままスライドスライド式ゼロ式ドロップだ。
行け、よし、行ったんじゃねえか。あ、うまい。おい、なんだよこのざまだ。やっぱ言ったろ、一筋縄じゃいかねえって。どんな状態であれ、後悔は残しても米粒だけは残すなっておかんに言われてんだよな。紅生姜に見立てて切った桜大根だな。ちょこっと添えてやれば。こんなカツ丼そっくりの料理に添えられたらもうこいつはいよいよ紅生姜だろ。で、最後に三つ葉なんか添えてやれば。ああ、もうカツ丼だ。俺はもう誰が何と言おうがマジでカツ丼だぜ。よし、ということでこれにて、駄菓子屋のビッグカツで作った債務者カツ丼の完成だ。ということで、早速食っていくぞ。そして食事。手合わせてください。合わせました。圧倒的、いただきます。もう見てくれ、もうまごうことなきカツ丼じゃねえか。これ普通にうまそうなんじゃけど、カツ屋のカツ丼って言われてもマジ見分けつかねえぞ。あの黒服の荻野と萩尾ぐらいそっくりだよね。全然遜色ねえ。よっしゃ、このここんとこいただきます。なるほどな。ああ、なるほど。カツ丼であってカツ丼じゃねえな。やっぱこのビジュアルがな、良かっただけにがっかり感がすげえというか。ああ、この見た目のクオリティがあざとなってんな。ハードルがこうぶち上がっちまってんだよ。脳内で。で、食った時のな、これじゃない感が余計すげえっつうかなんつうか。もちろんまずいってことは当然ねえんだが、駄菓子で作ったっていうことを考慮すればもうこれ100点満点中の52点ぐらいなんだが。いかんせお前はビジュアルが完璧すぎた。俺ん中のハードルを上げすぎたお前は。だからおめえが悪いんじゃねえな。俺が悪いんだよ。俺が勝手にハードルをぶち上げた俺が悪いんだけど、勘違いさせたおめえも悪い。よく絡んできたり優しくしてくれっから俺に気があんのかなと思ったら全くその気がねえっていう。まるでそういう思わせぶりな女性みてえなカツ丼だ。からかい上手の高木カツ丼だ。はぁ、遠藤さん、思わせぶりなこいつには思わせぶりの飲み物合わせてもらっていいか、江戸さん。ということで、こんな思わせぶりなカツ丼ときたら、今日はこいつ、せーの、ぜん。なんじゃおめえ、シャーベットペロサイダー。駄菓子屋によくあの粉を水で割って飲むジュースみてえなやつあるじゃねえか。それがちょっと見当たらなかったんで、今回このシャーベットペロサイダーってやつを買ってきた。まあ飴なんだが、サイダー味のシュワシュワする粉が入ってるってことで、炭酸で割って飲んでいこうと思う。粉を入れて、ウィルキンソン炭酸を注いでいくと、うわっ、すげえシュワシュワなってる。しっかりと混ぜて、匂いめっちゃちゃんとサイダーだ。おめえもひょっとしたら思わせぶりサイダーかもしんねえが、こいつは期待できそうだな。匂いがもうすげえサイダーだ。よっしゃ、ということで今回もな、アルコールではねえが、この駄菓子で作ったジュースでもって乾杯させていただきたいと思う。みんな今日も一日お疲れ、乾杯。まず、これは真似するもんじゃねえな。何やと思われ、こいつだよな。ハイカラ丼みてえな感じだな。天かすとネギと、だしだけで作るやつ。それを卵で閉じるやつ。関西とかで出したらこれ流行りそうだな。な、俺、紅生姜も言ってみるか。紅生姜じゃねえ。あ、でもやっぱいい箸休めにはなるな。ちゃんとこいつ箸休めの漬物としての役割を果たしてやがる。宮本さんぐらい有能だ。普通に食事として堪能できてるからな俺今。地下で出てたらマジで1万2000ペリカまでなら買うぞ俺。まあ、実際これ原価1万2000ペリカ以上かかってんだけどな。あ、これ、うわ、これ三つ葉だと思ったらこれセリだ。セリだこれ。風味全然違えもん。間違うだか。これどう見ても三つ葉だと思って間違いで買っちまうよな。だってここに三つ葉って書いてあんじゃん。セリじゃねえかよ。なんか情報もちょっとおかしいなと思って。2、3週間は多分寿命縮んだなこれで。ねえマジ。完食。ごちそうさまでした。ということで今回は駄菓子のビッグカツを使って激安債務者カツ丼を作ってみたが、なんていうか、まあ、その名の通り俺みたいな債務者が食うのにはふさわしいイカ様飯だったな。見た目のクオリティと味のギャップがすごすぎて思わずちょっとネガティブ気味な評価になっちまったが、カツ丼って思わずに目をつぶって食えばそういう料理だってことで楽しむことはできるかもな。あと結構しょっぱかったな。
ビッグカツ自体にそこそこ濃い味付けがしてあるんで、もし作ろうって思ってんなら、だし自体の味付けは薄めでもいいかもしんねえ。あと桜大根は紅生姜だったら。ということで、懐が寂しい中、そんな中でもどうしてもカツ丼が食いたいって時は、こいつを試してみてもいいんじゃねえか。まあ、中途半端にカツ丼欲を刺激されるんで、あまりおすすめはしねえが、バラエティ感覚で試してみてくれ。ということで、今回も圧倒的ご視聴ありがとうございました。じゃあら、遠藤さん、桜大根って遠藤さんが作ってるのか？なあ遠藤さん、遠藤さん。